俺の名前は鬼頭ジョージ。これが世界一まずいと言われる白物。イエローを固めたものだよね。なんか出てる。いとこと悪臭を放つ玉を前に困惑する気色ハンターだ。こたびの行き先はイギリス北部スコットランド。独立国家ではなく、あくまで英国の一部地域なのだ。俺の役目を奪うな。よし、野生のスコティッシュフォールドを探せ。野生はいない。同行人はいとこ兼居候の小塚田ひなただ。以前ひなたは起業家になりたいと俺を訪ねてきた。ここで働かせてください。いろいろジョニーの近くで学んで起業家になりたいんだ。千尋のコスプレをしたって拒否だ。俺はゆばよりも厳しいからだ。だがその心意気は本当らしく、しばらく面倒を見てやることにしたのだ。それに異国に触れることはかなりの刺激になる。人や物をよく観察し、異文化の理解につなげるのだ。うん、わかった。うひょー、美人ばっかりだ。このまま移住もありありだ。そのまま日本に戻ってくるな。はっきり言って起業家としての素質はゼロだ。まずは有名な観光地へと足を運んだ。ジョニー、ただの池に興味はないよ。ここはネッシー目撃で一世風靡したネス湖だ。無論これは驚くだろう。ネッシーなんているわけないじゃん。あんなのただの伝説でしょ。そこは冷めてるのか。リアリティな男だな。こんな男と気色旅をしている。しかしネッシーの存在は最近危ぶまれている。この写真を見てみろ。ネッシーの正体の一節だ。確かに似てるけど、でも何これ。ズバリクジラのあれだ。そうなの？俺たちはずっとクジラのあれを伝説の生き物だと思ってきたってこと？今となってはそれが有力だ。ちなみに俺はアイスランドでクジラの精液を食べたことがある。おお、生で行くものではないな。その説が本当なら俺は伝説の生物を食べたことになるな。すげえやジョニー、さすがだ。まあ実際はネス湖にクジラはいないため空説の一つに過ぎんがな。そんなことはどうでもいい。なんでわざわざこんな怪しい店にしたの？お金ならあるでしょ。愚か者、入りづらい店ほどいい気色が眠っているのだ。無論今宵も地元民オンリーのローカル店をチョイスした。席に着き俺は目当てのものを注文する。この国の郷土料理ハギスを頼む。おお、ジャパニーズ、あんたたちなかなか通だね。しかしその注文を聞いた隣の客が口を挟んでくる。世界一まずいとも言われてる代物だぞ。観光客に食えるのか？むん？観光客じゃねえ、気色ハンターだ。確かにそう言われているのは事実。しかし世界一まずいぐらいの理由でひるむ俺ではない。俺が今までどれだけの気色を平らげてきたと思っている。どんな味でも平らげることを約束しよう。はあ、あんた気に入ったよ。そこまで言われちゃ腕が鳴るぜ。ジョージかっけえぜ。うまいかどうかではない。人類の最後の砦と相対し触れることが大事なのだ。待つこと30分。はい、お待ち。来たか。ついにハギスが気丈に鎮座した。噂通りパンチの効いた見た目だ。恐竜の卵みたい。現時点では見た目以外に難は見当たらない。しかし店主がその塊にナイフを入れると、これがハギスだ。うーん、凄まじい匂いだ。オーマイゴッドファーザー、コーリー。ぐちょぐちょとしたものが一気になだれ落ちてきて異臭を放出し始めたのだ。ハギスとは羊の心臓や肺、肝臓をミンチにしたものを羊の胃袋に詰めたもの。オブラートに包んで言うと生ゴミでいい？全然包めてないぞ。いや、料理は包んでいたか。おや、さっきの異性はどこ行ったのかな。いつの間に話せんを。それ僕にもください。地元民でさえ耐えられない匂いを放つ代物。しかしもう鼻は慣れた、というかバグっている。舐められていいのか日向。企業とはこういうことだ。どういうこと？苦難の連続ということだーます。いたはぎます。俺たちは豪快にハギスを胃袋に叩き込んだ。しかし臭いものは食べたらもっと臭いのだ。きつおー、茹でたゲロ。よく言った、あんたらすごいぞ。筆舌に尽くしがたい味と匂いが全身を駆け巡る。すると日向がいきなり立ち上がる。ジョニー隊長、お花を摘みに行かせてもらいます。お嬢様だけしか使わないセリフだ。しかしこのタイミングでトイレ。しかも奴の口にはまだハギスが残っている。貴様、さでは吐き出すつもりだな。行かせてくれジョニー。この俺の前でそんなことが許されるはずがない。
試食を前に食い切る以外の選択肢はない。もうどうにでもなっちまえ。顎を止めるな。そのまま駆け抜けるのだ。それが最大の敬意となるのだ。そして10分後。まさか本当に食っちまうとは恐れ入ったよ。ふん、これがジャパニーズ気食堂だ。すぐリバース可能です。俺たちは完食した。その後店を出た時だった。だー、逃げろー。なんだ、宇宙人襲来。まさかあれを見ろ、干潟。ずやー、チェンソーマン。そこには大きなチェンソーを持って暴れている男の姿があったのだ。しかも警察官までもが逃げ回っている。イカれてやがる。ザギンナ。おいおい、なんでチェンソー相手に警棒、拳銃を使わないと。いや、彼らは銃を持っていないんだ。この国では警察官は銃を携帯していない。逆に犯罪者の武装化を誘発すると考えられているから。しかしそれによってチェンソー男を止めることができない。間抜けな警官がぶち殺してやるよ。退避、退避だ。ちくせー。実際スコットランドでは同様の事件が起き、男が暴れ出したきっかけは追突事故だった。銃が必要な時は専用の部隊が出動することになっている。おそらく今も向かっているはずだ。平和なんだね。ただ状況は最悪の運命を迎えようとしていた。ザキヤー。男の前に一人の少女が。このままでは少女は真っ二つだ。正確に男を狙えばいけるか。こいつしかないが、やるしかない。ヒナタ、お前は早く逃げ。ねえジョニー、俺一つ気になることがあるんだ。しかしこの時ヒナタは異様なほど落ち着いていた。それだけじゃない、その顔にはうっすらと笑みが張り付いているではないか。チェーンソーでぶった切られるってどんな気分なんだろう。お前何を言っている。それは今まで感じたことのない強靭のオーラ。いいもん見っけ。ジョニー、これ貸して。おい、何をする。そして教えて、リアルチェーンソーマンよ。何を考えている、ヒナタ。突如として男の元へと突っ走っていったのだ。そして少女にチェンソーが落とされる直前。わーい、間に合った。なんだデビー。はあ、チェンソーに切られるってこんな気分なのか。結構痛いね。イカれてんのかお前。日向が割って入り、腕一本で刃を食い止めたのだ。ブブブ、腹切りドライブ。一旦離れるチェンソー男。ごめんジョニー、鎖ふんどをちぎれそう。そんなことより腕というか前。どげーこそー。大丈夫、こいつ弱いから。そう言ったヒナタは振り向きながら拳を叩き込む。必殺スコティッシュホールドー。それはおぞましい勢いで下腹部にめり込んだ。この時点で奴は完全にノックアウト。それもそのはず、高校時代の日向はリミッターが切れた同時。わざわざ東海からやってきて負けるってどんな気分。笑わせんな、まだ勝負はついてねえ。喧嘩ばかりをしていたと本人は言っていた。そして今も日向のリミッターは外れている。そうだ、チェーンソーで肉片にする感覚、俺も味わいたい。日向、何を考えている。もうお腹いっぱいだけど別腹。やめてくれ。日向の中にある衝動が完全に制御不能となっている。そこまでだ日向、正当防衛の領域を完全に超えている。話せよジョニー。日向の動きはそれでも男に向かっている。これは正直欠けたが、おとなしくしろ。ひゃー、寒いも。試してみるしかない。昔日向はよくうちの実家に遊びに来ていた。いやだ、もっと遊びたい。ひな、もう夕飯の時間だ。いやだ。まったく手のかかるやつだ。うひょ、ごめんなさい。ダダをこねた時はいつもこれで気を沈めていた。そしてそれはなんとかうまくいった。何してんのジョニー、ボーイズラブ戻ったか。その後なんとかその場は収まり、犯人確保。俺たちはそっとその場を後にした。最後は大変な状況となったが、無事にキロにつけてよかった。チェーンソーで人間を真っ二つにしようとしてたんだぞ。ごめんなさいだ、ウエラムネピュー。真面目に聞け。本人的にはそんなに記憶にないらしい。そんなにとはどういうことなんだ。
今回の動画はここまでだ。俺は次の旅の準備をする。